ローマ人への手紙の12章の9節から21節の箇所でございます。この聖書箇所はキリスト者のまたクリスチャンの倫理道徳に触れております。ですから読んでわかると思うんですね。おそらくこの箇所を他の人、つまり信仰を持ってない人に読んでもらっても、あ、確かにそうですよね、いいこと書いてますよねって言われると思いますね。全部じゃないにしても、ですから非常に大事な箇所でございます。私は説教準備しているときに、できる限り、お祈りするとともにですね、参考書とか、仲介書とか、また他の先生方のその説教集とかを読んで準備いたします。で、このローマ人の手紙の12章をですね、もう5回ぐらいの細かく分けて説教している先生がいるんですね。ということはどういうことかというと、非常に2節3節ぐっと掘り下げて学ぶことができる箇所だと思いますね。おそらく皆様も、このことをもっと掘り下げてみたい、また考えてみたいっていう部分が出てくるはずでございます。それぞれ違うと思いますが、どうしてかというと、私たちは何がいいのか何が悪いのかということをやっぱ悩むわけでございます。で、どの宗教も良いことは実践しましょう、悪いことはやめましょうということで、逆なことを言っている宗教はないわけですね。少なくとも信頼される宗教はみんなそう、だったら同じだと。いや、宗教にまでいかなくても、自分の子供に最初から嘘つくことや暴力を振るうということを教える親はいないはずでございます。しかし、大人になって気がついてみたら、悪や罪にとっぷり使っている自分に、気がついてしまうということなんですよね。で、そういう中で、言われなくても分かってますよと、それはもうね、もう小さい子供に教える道徳、徳目だということは、普通分かるわけですね。だったら、一念発起いたしまして、自分をそのように変え、そして良い人になりましょうということで、もう心入れ替え、頑張る、また修行するということで、いけばそれはそれでよろしいのでございますが、どうもそうはまだなってないということなんですね。で、よく誤解されるのは、キリスト教も同じでしょと思われてるんですね。ほとんどそうだと思います。とにかくキリスト教なりの非常に倫理道徳、非常に素晴らしいことを言ってるわけで、キリスト教信仰を持つってことはそれを良しとして、そして一生懸命ね、努力して、またなんかキリスト教の教えを一生懸命実践しようとすると、努力というか、それをクリスチャンの人たちはしてるんですよね。いや、私はそんな柄でもないし、もうそんなのとっくに諦めてますよということ、皆さんもそんな考えだったと思うんですね。自分で自分を変えるのではなくて、神によって作り変えていただくということであります。その、この今一番最初に申し上げたように、クリスチャンじゃなくても聖書を読むと、確かにそうですね、ここは素晴らしいことですよね、そうやって生きていくことはそれはもう大事なことですね、でこれはもう分かると。今回の箇所もそうだ。だけどこの箇所というのはローマ人の手紙の12章なんであります。これはすごい大事なことなんですね。ローマ人の手紙の最初から書いてない。そして12章っていうのは、これは神様の憐れみによって礼拝に招かれています。そして礼拝に招いてくださった神様に自分を捧げることによって、自分を委ね明け渡すことによっ
で、そして心新たになって、この自分が変わっていくということを12章の2節言ってますよね。ここなんです。これは他の宗教とか、あといわゆる一般の道徳にはないのでありますよね。で、私たちはもう他で言ってることを、キリスト教に焼き直して一生懸命やってますよっていう、だったらキリスト教も仏教も何も同じでしょってよく言われるんですけども、ここがすごい大事なポイントであります。そして良い悪いというのは何かというと、神の御心は何か、何が神に喜ばれることなのかということを見分けるということを3節で言ってました。善悪の基準が自己中心から神中心に変わっていくということであります。全くこう基準が変わっちゃった。昔は神様信じること、イエス様信じることは、バカにしてた。そんなことね、よくやってるねっていうことを思ってたわけですよね。もう日曜日の朝、なんでそんな教会なんかやることあるでしょう。もっと楽しいこととかね、自分の身につくこととかね、やった方がずっとマシでしょ。で、教会って献金もするんでしょ。そんなだったら稼ぎた方がまだマシでしょって、こんな感じですよね。で、いつの間にか神様信じることは分が悪いというかですね、そんな感じにこう思う。ところが、全く逆になっちゃった。よく神様を信じないで生きていけるね。天国の希望なくて、よく生きていけるよね。イエス様にお従いするというその生き方じゃなくて、誰についていくの？世の中とかね、他の人とかなんかね、そこを追いかけていくの？私はイエス様にね、お従いしてって本当によかった。本当によかった。信じてない人、ね、本当によく生きてるねと思うんですね。逆だったんですね。神様信じてよく生きてるねから、神様信じなくてよく生きていられるねって本当に心から思う。これも本当にもう決定的な違いですよね。で、この違いというのは、一挙にとか、徐々にとか、じわじわ分かってきたっていうのは、あつらいんです。だけど、この、ある意味では善悪の基準が変わったとともに、じゃあ、基準で変わったのかというと、生活も変わった。人間関係も変わった。ね、それが今日の箇所であります。そして今申し上げたように、聖書の、あえて倫理道徳というならば、聖書の倫理道徳を自分の力で一生懸命努力するのではない。で、最初から聖書は素晴らしすぎると、これ理想的すぎると、私みたいなものはもって最初から諦めて、棚上げにしてね。そして、聖書は理想論言ってるけど、私はそんなね、立派な人間じゃないし、って形で最初からそうなっちゃう面があるんですね。そうではないと。神によって作り変えられていく。そもそも神様が私たちを招いてくださって、そして作り変えてくださる。そして私たちこのように礼拝をする、神様にお出会いするですよね。ある意味では目には見えませんけども、特に礼拝ってそうですね。神様にお出会いするということがこう中心ですから、神様にお出会いしながら自分自身がこう神様によって変えられていく。信仰生活も社会生活も変えられていくということなんですね。で、今日のポイントはさっき言ったように、本当にお話をする、また、皆さんもいろんな質問とかあって、非常に、ある意味は本当に有益な箇所なんですけども、それは、どこかで掘り下げていきたいなと思っております。今日は3つのポイントです。1つは一番最初の言葉、今日の中心聖句である、偽りのない愛。で、2番目は互いに愛し合うこと。これは現実言うとですね、主にある兄弟姉妹の人間関係なんですね。互いに愛し合うこと。そして善をもって悪に打ち勝つ。これは、こう、対社会に対するこの、人間関係というか生活を言っています。ですから、これは非常に内容豊かな箇所なんですね。
で、その一番最初にボーンとパウロが言ったのは、愛には偽りがあってはなりませんって言ってます。で、この愛というのは、アガペ、神の愛のことであります。で、次の節の10節、兄弟愛をもって互いに愛し合いってありますよね。この兄弟愛の愛は、まあ、フィレオ、つまり人間同士の愛を言ってるわけです。で、これ両方あるわけですね。両方あるわけです。で、この時に、最初にボーンとこの愛には偽りがあってはなりません。当たり前ですよ。当たり前ですよ。神様の愛がもし偽りだとしたら、嘘だとしたら、もうとんでもないことですよねってことですよね。だから、おっしゃる通りですっていうことなんです。そして、これは本来の愛というのは、この神の愛、アガペの愛、この偽りのない愛があって、ここがあって、そして次、この十節の兄弟愛っていうところにこうなっていくということなんですね。神様の愛を、まあ、抜きに、じゃあまあ人間同士ね、お互い仲良くしようよ、そんな喧嘩してもしょうがないじゃない、とにかく仲良くしようよって言って、延々と仲良くなってないわけですね。それは何かというと、この愛には偽りがありませんっていう、この愛がないからです。この愛抜きに、なんとか人間同士、お互い仲良く、親子、夫婦ですよね、まあ、とにかく親友、まあ、会社、まあ、とにかくもう神様抜きでもう仲良くしましょう。まあ、仲良くはなれると思うんですよね。だけど、それが、まあ、簡単に言うとずっと続かない。むしろ、本当にとんでもないことになっている。これはもう、説明するまでもないと思います。この偽りのない愛、神の愛を、まあ、除外して愛し合おうってしたのが、この人間の罪ですね。神様から離れてしまった人間、創世記の最初に出ております。じゃあもう神様、結構ね、天地万物作られた、あの本当の神様、あんからもちょっと結構で、私たち神様抜きにね、仲良くやりましょうよ。神様もこっち置いといて、神様なしで、ね、楽しく仲良くやろうよ。別に神様持ってこなくたって、ね、分かり合えるでしょう、ね、楽しくやろうよ。でできたかというと、もう最初から破綻です。夫婦関係破綻です。またあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配する。まさに現代でいうその夫婦 DV の問題ですよね。いや、そこまでいかなくてもなんか亀裂が入ってるんじゃないですかっていうのも最初から出てくるんですね。で、皆さんがご存知のように兄貴が弟を殺す殺人事件ですよね。が起こった。そして、この、まあ、人類の文化というか芸術とかいろいろなものが産業とかバーッと広がっていった時に、この、歌われた人類最初の歌が復讐の歌なんですね。なんかあんまりこんな歌を歌いたくないんですけどね、どこだ、4章の、23、24ですね。あだよ、ちらよ、私の声を聞け、レメトクの妻たちよ、私の言うことを耳に傾けよ、私は一人の男を私が受ける傷のために殺す、一人の子供が私を受ける打ち傷のためにカインに7倍の復讐があるなら、レメクには77倍を。まあ、まさに復讐の歌ですよね。これ、カイン括弧ですから、ある意味では、陰文、歌なんですよね。まあ、なんかもう嫌になっちゃうんですよね。これが、神の愛、アガペのない人間世界だということになります。で、その時に、この、愛には偽りがあってはなりません。当然ですと。神様の愛に偽りがあったとしたら、それはもう神の愛でもないから、もうそんなの信じなくて結構なんですね。じゃあ、この愛には偽りがあると、偽りっていうのは、これは、やっぱりこう、人間の中にこれが、こう、ある。よくメッキが剥がれるという言い方しますよね。金なんだけど、
なんかでメッキが貼られる、あれ、これは金じゃないよ。で、この偽りっていうのは、演技とか偽善という意味なんです。で、つまり、愛ということを外側よそってて、そして、まあ、中身はそうじゃない。言葉は愛とか、愛し合いましょうと言ってるんだけど、中身がこう、まあ、違ってる。まあ、神様は何なんですね。人間がどうもそのようになってしまう。よくあるのは、愛という言葉を使って罪を容認してしまうことがあります。全部じゃないと思うんですけどね。そして、愛という言葉も、要は、自分の都合のいいように使えばいいわけですよね。これやっぱり、偽りでありますね。ああ、そうなんだ。渡辺善太というですね、明治時代の有名な牧師がいます。本もいっぱい書いてます。有名な先生です。この先生の著作集の中にですね、説教集の中に、偽善者を出すところ、偽善者は教会の必然的現象というこのタイトルの本があるんです。アマゾンで検索すると出てきます。渡辺善太著作集ってね、出すとこの本が一番なんですね。この先生の著作集の中にドキッとしますよね。で、その時にですね、この渡辺善太先生はなんかこう、教会がそもそも偽善者を出すところだ、いや、すごいこと言ってるな、いや、なんかこう、内部告発暴露してるのかな、ですね。いや、違うんですね。よく読んでみると、まあ、もちろん、そういう面もないこともないんですけども、言いたいことは、誰かを責めるとかじゃなくて、いや、私たち自身が偽善者、つまり偽善者っていうのは、皆さんおそらく言いますけど、教会に来た時に見よう見まねなんですよ。ですよね。見よう見まね。何すんの？聖書の話、ようわからない。そして、まあ、最初は、まあ、クリスチャンって、まあ、人の良さそうな人だなっていうような感じで、あの人がこういう生活をしてる、あの人がって感じですよね。そして私も、ちょっと見習っていこうかな。私も若い頃に本当に心から尊敬できる見習う信徒の方と何もあってんですね。まあ、逆の人も いたかもしれません。まあ、それぞれとして、まあ、この本当に見習う、本当にこの人のこういうこと見習っていったらいいな。結構こういう証聞きますよね。でも、そうだとしても、その人にも幻滅したりね、最初は見習ってすごいなと思ったんだけど、人間ですからね。ですから、渡辺先生、何言ってるかというと、要は、見よう見まねで、なんか外側ばっかりっていうことで、誰でもスタートしてるんだけども、どっかでやっぱりこう変わらなきゃいけないってこと言ってるんです。みんな、スタートラインは偽善者としてスタートして、偽善者って悪い意味じゃなくてね、見よう見まねで、つまり本当に自分の内側、外側じゃなくて自分の内側が、心が本当に神様によって変えられる。だから偽善者が変わるっていうことが大事なんですよ。だけど偽善者のまんまでずっといるっていうのは、これは困りますよねっていうようなことで。で、私はよくわかるんですね。私もやっぱり偽善者のまんまだったわけで。いやいや、見よう見はね。なんか悪いこと言ってるわけじゃないんだけども、やっぱりこう、本当に自分が神様によってこう作り変えられるっていうことを、抜きに、あの人こうやってる、あの人の真似したらいいんだ、あの人いい人だ、いや、すごい人だ、おお、クリスチャン、立派なクリスチャン、この人、何これって、そんなところをうろうろしてたらダメだってことですね。まあ、もちろん、変えなきゃいけないこと変えるとかね、また、お互いそういう形で、こう、ね、いろいろ教え合うってこと大事なんですけど、やっぱり、神様によって、精霊によって、本当に心の力作り変えられるっていうふうにする、それが大事なんですよっていうのが、この、渡辺善太先生の言いたかったことですね。じゃあ、そういう中で私たちいるときに、ここである、じゃあ、偽りのない愛。もう分かると思うんですね。神の愛。それも、キリストに表された神の愛であります。ローマ人の手紙を、私たちずっと、確認してきましたけども、ローマ書5章の8節に、
しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。犠牲の愛ですよね。罪のための犠牲の愛。贖罪の愛。イエス様の十字架の愛。そして、人間の愛というのは確かにまあ本気で、本当にね、心からかもしれないけども、まあ、ある意味ではもう、なんていうかな、長続きしないわけですね。状況が変われば、いや、変わったよって言わざるを得ない。いや、嘘をつくつもりはなくても、やっぱり限界なんですよね。いくら愛してるって言っても、愛せない時とか、できない時もあるわけですよね。私は思いますね。まあ、あとはもう、裏切っちゃうとか、嫌になっちゃうとかね、ということですけども。でも、神の愛は永遠の愛です。天国まで続く愛。この地上を超える愛です。これはアガペの愛しかありません。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも今あるもの、後にあるものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことができません。私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。もちろん私たちは人間の愛、まあ偽善にもなっちゃう表面的な人間的な愛、これを否定してるわけじゃないんですね。これはこれでやっぱり人間同士の愛って大事なんです。だけどここで言ってるのはやっぱりアガペの愛、神の愛がやっぱり中心となって、そしてそこから人間同士の愛もこう流れてくる。それが兄弟愛になっているということなんですね。そして、兄弟愛、つまり互いに愛し合うということが、まあ、2番目のポイントでございます。ここがですね、結構内容豊かでございまして、いろいろ調べたり学んだりするとですね、すごいこう教えられることがあるんですね。10節から13節まで、10の特目があります。ある神学者は、愛の十回と言った人がいます。ポロントにも書いてますけども、まあ、多少、神学者によってはちょっとね、区分が少し違うときもありますが、確かに10個あるんですね。兄弟愛を持って互いに愛しなさい。1番目。2番目。互いに相手を優れたものとして尊敬し合いなさい。十節ですね。で、これはですね、そもそも、ロマ書の12章の3節で、思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんということの具体的な対人関係、教会の人間関係ですね。つまり傲慢、高ぶりじゃないですよね。で、私たちはやはり、本当にこう、兄弟姉妹、主にある兄弟姉妹に対しても、やっぱ傲慢、高ぶりになっちゃう危険がある。一番なりやすいのは牧師だと思いますがですね、本当に祈っていただきたいですけども、そうじゃないと本当に自分が神の前にも人の前にも謙遜である、そういうことで互いに愛し合うということですね。そして、もう結論から言いますけど、3から8は私たちがこの神を礼拝する信仰生活で、これはですね、神様に向かっていくことなんです。勤勉で怠らず、ちゃんと仕事をしろとかね、ちゃんと教会の奉仕生首までやりなさいっていう意味ではなくて、神様に対する勤勉、そして霊に燃え、聖霊に燃える、ね、主に仕える、望みを抱いて喜び、この望みって何ですか？天国の望みですよね。永遠の命の望みですよね。望み抱いて喜び、これができるから現在の苦難に耐えられる。そしてひたすら祈りなさい。11節12節は、神様に対してのことであることが分かりますよね。ということは私たちが互いに愛し合うということも、なんかに、まあ、もちろんね、本当にこのように謙遜になって人と一緒にっていう部分は大事ですよね。だけどやっぱりとにかく仲良くしましょうよ、とにかくっていうんじゃなくて、やっぱり神を礼拝する、神様に対するやっぱり信仰が確かにあって、そして互いにということがあるということが分かります。
あと、13節、生徒のための必要を共に満たし、勤めて人をもてなしなさい。これは、現実の生活の中で自分の持っているものを捧げて具体的に助け合う。今私たちはね、和歌山地区国教会の一緒に共同して協力して、この過疎地であるですね、この和歌山県でね、本当にこう主の教会を今後もね、本当にこう形成し、また選挙を図りましょうってことですね。いや、自分の教会だけがいい、自分の教会だけがね、牧師もいて、いてね、そしてなんとかやってるから、いや、他はどうぞじゃなくて、他が大変な場合は、自分が犠牲を払ってでも、自分を犠牲を払ってでも、コストを払ってでもこう助ける、そういうこと言ってるんですもんね。もちろん、もっと広く言うと、慈善的な、そういうボラン的なこともあると思うんですけどね。はい、これが教会の人間関係でございますね。本当にここから学ぶことがいっぱいあるんですが、で、ポンと飛ぶんでですね、15節。喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に、泣きなさい。互いに一つ心になり、思い上がることなく、むしろ自分の身分の低い人たちと交わりなさい。自分を知恵ある者と考えてはいけません。これ、言葉はですね、よくわかるんです。そうだ、否定する人絶対いません。喜んでいる人と共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさい。おっしゃる通り、誰一人、どんな人でも否定しないんですよね。しかし私たちは、同じ環境、同じ境遇の人たちは多少共感できる。皆さんが、病院でも行って、待合室ね、こう、しょんぼりして座ってたら、隣の人、ね、あなたどこが悪いの？いや、私、同じですよね。いわゆる同病、相哀れの。私は大学ですね、落ちましてですね、浪人しました。その時、浪人仲間ね、お前も落ちたろ、俺もって感じでですね、いや、頑張ろうね。ところが、もうね、ストレートにバンと言った人、羨ましいなとかね、いや、俺たちのそんなね、苦労わかんないよねとかね、こんな感じですね。これもどういうことでもあるんですね。ところが、教会っていうのは、そういうことじゃなくて、いろんな人がいる。元気な人もいるし、病気な人もいるし、民族も違うし、身分も違うし、環境も違うし、そもそも考え方も違う。もう一つになってるっていうのは、イエス様しかない。本当そうですね。イエス様しかないんです、皆さん。私もここに立ってるっていうのは、もうイエス様だけですよ。ねえ、もう2年前にもよく、まだね、知らなかった和歌山に来たわけですね。あの人なんだろうって話ですよね。でも、イエス様にあって一つということであります。本当に、この言葉、いろいろな違いがある中で、互いに一つ、互いに、愛し合っていく。難しいんです、だからね。違いがあるから。そして、その時に他のことで一緒になろうとしても、なれない。教会はね。で、他のことで一緒になると、教会は世俗化するんです。で、世の中の方がまだいいんです。例えば、趣味で一致してもそうでしょ。趣味仲の方がずっといいですよね。そういうことです。世の中の方がいいんですね。だから、教会よりもこっちがいいな。じゃあ、教会がいいな、教会が一つになっていいなっていうのは、イエス様しかないんですね。もちろん、いろんな活動とかね、があっていいんです。もちろんね、あっていいんです。だけど、イエス様によって一つになっている、これを互いにやっぱり確認し合っていく中で、この互いに愛し合う。もちろん、一番最初に申し上げた偽りのない愛はね、神の愛、キリストの愛ですよね。その愛があって、そして互いに愛し合うということです。で、パウロはここにとどまらずですね、社会生活も言っています。一つはですね、突然ポンと14節、3番目なんですけども、あなた方を迫害する者たちを祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。迫害っていうのは、これは信仰上のことです。単なるいじめ。いじめはいじめであるんですけどね。クリスチャンだから、キリストを信じてるから、迫害って、このことなんですね。じゃあ、迫害された時にどうするのか。祝福すべきであって、呪ってはいけません。これ何かというと、祈りなんです。祈り。そもそも初代教会は、次々と殉教者が起こった厳しい現実がありました。
そもそもパウロ先生はこの迫害者だったんですよね。迫害する側だったんです。このローマ人の手紙を書いた。じゃあそのパウロがどうしてこんなことが言えるのかですよね。何言ってんの、あんたそもそも迫害する側だったんでしょう。まあ、おっしゃる通りです。皆さんもご存知のように、あの使徒の働きの、あのダマスコ途上の経験ですよね。復活されたイエス様の方から会ってくださったということと、もう一つはその、前も祈ってたと思いますけども、その後ですよね。まだ得体の知れない、本当に信頼していいかどうか分からないパウロを受け入れた人たち、バルナバもそうですけど、そういう人たちがいた。やっぱそういう人たちの祈りがあったからですよね。支えがあったから。ここです。ここです。だからパウロのこのことを実体験してたんですね。その時にその人たちが、なんだパウロは本当に迫害者だ、神様あんなやつも滅ぼしてください、あんなやつは地獄に落ちた方がいいんですよっていうふうに祈ったら、自分はなかったわけです。まあ、神様はそんな変な祈り聞かないかもしれませんけどね。でもそういうことですね、受け入れなかったんですね。ですからこれは彼の実体験から来てるんですね。で、私たちもパウロほどじゃないんですけども、祈る。迫害まで行かないけど、冷やかされるとかね、ありますよね。冷やかしは結構ありますよね。はい。あと誤解されたりとかですね、ありますが、その時私たちはその方々の祝福、その方々も神様の祝福があるように、神様の憐れみがあるように、決して呪う。ね、あんなやつは。でね、少なくともこれは祈っちゃダメだということですね。ちらっと心で思うかもしれませんが、まあ、もう置いといて、ね、神の祝福を祈る。で、もう一つはこの、すべての人と愛はす、17節。誰に対しても悪、誰に、17節ね、誰に対しても悪に悪を返さず、すべての人が良いと思うことを行うように心がけなさい。自分に関することについて、できるだけすべての人と平和に保ちなさい。イエス様も、三条の説教で言っていますよね。柔和な人たちは幸いである。その人たちは地を受け継ぐであろう。平和を作り出すものは幸いです。その人たちは神の子と呼ばれるからです。とイエス様のおっしゃったことと同じことを言っています。社会生活いろいろ難しいですけども、そこで私たちがトラブルメーカーになっているのか、なんか、まあ本当になんかこう、混乱を撒き散らす存在になっているのか、いろいろ難しいし大変なんだけども、いわゆる平和をもたらすもの、ピースメーカーですね、になっているのか。で、それは、これは信仰とともに、やっぱり常識、分別、良識があるかどうかですね。ですから私たちクリスチャンっていうのはやっぱり非常識であっちゃいけないんです、そういう面でね。本当に良識的な生き方。それは誰しもが、普通の良識ある人たちが良識ありますねっていう生き方をしてないとダメなんです。これすごい大事なことですね。そして、3番目は復讐の話です。復讐の話ですね。愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書いてあります。で、この復讐の話が20節まで続くんですね。私はいろんな人の悩みを聞いております。特に自分の教会じゃない方、つまりもう一元さん、もう名乗らないで、あなた牧師さんですかっても結構多いんです。和歌山に来ても週に1回2回はあります、そういう電話で。大体は教会にかけるというのは、まあ、全くクリスチャンじゃない方いますが、まあ、どこかの教会のクリスチャンの方いますね。で、そういう中でやっぱりこの復讐問題、もう許せないっていう問題がやっぱり結構あるんです。関係ない人だからこの話題出せるんです。関係ある人に言ったらとんでもないことですよね。全く関係ない、おそらく生涯これから会うことはないだろうっていうので、牧師さんという形でそのドロドロベトベトを話してくださることが結構多いんですね。で、私はもう聞くしかありません。
それでそれが本当なのかどうかもわからないですよね。それはその方の気持ちですから、まあ、本当に お辛いんだろうな。でその時にやはりここしかないと思うんですね。愛する者たち、この言葉が大事なんです。そもそもあなたは偽りのない愛、神様によって愛されてるんですよ。この言葉がなかったら次出てこないんです。これすごい大事なんです。愛する者たち、あなたはあの偽りの愛で愛されているんですよ。だから自分で復讐してはいけません。復讐の心があるっていうのは、まあね、あまり良くないんだけど、人間だからグッと怒るかもしれません。でも復讐の行為はしちゃいけない。私のことを言います。牧師さん、あなたは綺麗事ですよね、聖書はそう言いますよと大体言います。だけどそうかもしれないけど、あなた復讐のね行為をしちゃ絶対ダメだよ。じゃあどうするのって言うと、神の怒りに委ねますね。神が裁く、神が防止、もしね裁くなら裁く、神が怒るんだったら神の怒りがその人にあるわけです。つまり神様にお委ねする、こんな不正は許せない、絶対な、ね、もしそうだとして、神は神の怒り、神は神の審判をなさる、そこにお委ねするっていうことしかないんですね。そういう中で私たちはこの、社会、教会生活も社会生活も、結論は21節ですね。悪に負けてはいけません。むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。ということです。これが結論の言葉でございます。お一人お一人、ここを掘り下げると、いろいろ教えられること、考えられること、またここからぐっとですね、掘り下げることがあると思います。私もあります。本当に今日は素晴らしい聖書箇所だったと思います。その一番最初、愛には偽りがあってはなりません。ここから始まるわけです。これは忘れないようにしてください。一言お祈りいたします。愛には偽りがあってはなりません。私たちの愛は、偽善の愛、偽りの愛、別に悪いというのではなくて、本当にメッキが剥がれるような愛でございます。その心はあったとしても、本当に不安定な愛しかありません。耐えられません。本当に人間の愛は限界があります。自分でもよく分かっております。しかし、神の愛は偽りがありませんと。イエス様の愛、犠牲の愛、十字架の愛、そして永遠の愛、その神に愛されて、私たちもこの兄弟愛をもって互いに愛し合うことができ、また社会に対しても平和をもたらすものとして、あなたがその役割を私たちに果たしてくださっていると、ありがとうございます。本当に人間の力では絶対にできません。できる限りとありますので、神様は決して、無理をすること、また本当にできないことを要求しているわけではありません。私たちは現地の生活の中で、どうぞこの偽りのない愛を本当に信じて、悪を憎み善から離れないようにしなさいと、どうぞ達成しないように、また神様の御心、また社会的にも善を行っていくものとさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。